皆さんこんにちは、感動としてますを運ぶエンターテイナーインスピレーション DJ の北田達夫です。今日はですねニューヨークまでやってきております。一人でも多くの方に喜んでいただきたい、楽しんでいただきたい、そしてご機嫌になっていただいて夢を叶えていただきたいということを胸に、日本中を巡り幸せを分かち合い、そして世界中を巡り地球をご機嫌にしたいなんて思いで、本日も、ジョグジョグレポートをお届けいたしております。さあ、やってまいりました、ついにセントラルパークです。グッドモーニング。これで分かりますでしょうか、セントラルパークに入っていきたいと思います。朝のセントラルパークは本当にね爽やかですね。すごい時差がありまして、もうまるまる12時間ですから、もうほぼですね徹夜状態で、昨日の夜まで、日本ではね今多分もう夕方なのかな、昨日の夜まで寝れない時間が続きまして、起きれないかななんて思ったりもしたんですが、やっぱりですね爽やかな朝のセントラルパークでのジョギングを考えますと起きてしまうもんなんですよね。こちらではちょうど、6時を回ったとこ、早朝6時を回ったところで、本当にね朝日が今にも差し込んできて素晴らしい景色がね繰り広げられようとしております。そうですね、だんだんランナーの方もちらほら見えてきましたね。ちょうどねカメラを一周させてみたいと思います。さあ、ちょっと映りましたでしょうか。僕と同じようにですねこのセントラルパークを走るランナーの方々ね、見えたかもしれません。もっとちゃんとね警察のパトカーもね常駐してくれていますよね。いやー本当この小鳥の鳴き声、それからこのね周りのね、朝日を、受けて立ち並ぶビルの美しさ、せっかくですのでですねちょっとコースを外れて、高台の方にですね移ってレポートしてみたいと思います。岩場5キロ到達、ね、回10分48秒、はい、平均ペース1キロ2分10秒、映りますでしょうか。このね、綺麗なニューヨークの朝の街並みをね、ご覧いただければと思います。はい、ということでですね本当に、たくさんのランナーの方が今コースをねどんどん走っております。ジョグジョグレポートご機嫌に開催してまいりたいと思います。いやーやっぱりね海外にもこうやって朝から、気持ち、いや自転車が多いですね。ジョギングコースと併設して自転車の、走るコースがありまして、隣をすごい勢いで自転車が走り抜けていっております。はあ、素晴らしいですね。 Good morning。 はい、すごい数の自転車。 Good morning。 本気ですね。全く相手にされませんでしたが本気で走り抜けていっております。私もですね少々張り切ってかなりの、ペースで走っておりますので、
ちょっと息が切れてまいりましたが、いかがでしょうか。ニューヨークは、セントラルパークの朝の様子をお届けいたしました。